えではですね、まず、プログラムチェンジを入力しますと、ペンシルツールですね。はい、えー、ここポンとクリックすれば、はい、プログラムチェンジ入りましたね。えー、次、コントロールチェンジをですね、5つ入れるわけですね。で5ティックずらしで。で、入力するときですね、これ、あのちょっと動かして、今見てください、ほんのちょっと動かしただけで、この部分見ていただくと、ね、たったこれだけで15ティックですよね。これじゃあ、入れられません。拡大します。 このルーラーの部分で矢印ツールになっているときにクリックして下へ引っ張る。これも前にご説明したズームテクニックですね。この時非常に役に立ちますよ。さあ、かなり拡大しましたが、さあ、これでマウス動かしますと、もうちょっと拡大しましょうかね。はい。これで、5、6、7、8、9、10、10。さあ、じゃあクリックしていきましょう。こう、ここを見ながら、5ティック、はい。次、10。 152025とはい。